4月26日、坂出市役所にて、中小企業やスタートアップのビジネス相談を行っている坂ビズと、3月31日に連携を開始した GMO メイクショップ株式会社による第1回共催セミナー、中小企業における EC 活用術、EC サイトで売上アップを目指しましょうが実施されました。GMO メイクショップ株式会社は、ネットショップの構成を支援する GMO インターネットグループ企業で、商取引事業の成長をサポートするサービスを行っています。また、坂出市の企業支援にも取り組んでおり、支援をさらに強化するために、坂ビズと連携を行いました。その支援の一環として、今回のセミナーが実施されました。講師には GMO メイクショップから堀口元気さんを招きました。今回は Zoom を使ったオンラインでの開催となり、5社が参加しました。例えばですが、注文があったら翌日でサービスとして提供させていただいております。はじめに堀口さんより、当社だからこそお伝えできる内容を一つでも多く皆様に持ち帰っていただければと思いますと挨拶がありました。このセミナーでは、ネットショップなどの EC サイトを立ち上げるメリットや、EC サイトを活用した販路拡大の方法など、事例を交えて説明がありました。こちら写真ですね、実店舗の方ですね、写真、実物になります。こちら、先ほどの顧客情報のお話に付随いたしますが、そちらの会員様をですね、いかにこう育っていくと、ここからですね、EC サイトを構築するメリットというところをですね、お話をさせていただければと思います。メリットをですね、思いつくところというところで挙げさせていただきましたが、4つ挙げさせていただきました。1つ目、場所と時間に左右されないというところ。2つ目、定期購入の機能であったりですとか、クーポンというところですね、全国の方に、ウェブならではですね、使えますというところ。また3つ目、人件費や家賃などですね、実際の実店舗を運営するに比べますと、やっぱりこうランニングコストというところで有利だというところがございます。そして4点目、気づいていないニーズに気づけというところがございます。はい、今後、坂ビズと GMO メイクショップは協力しながらサービスの強化を図ることで、地域活性化を後押ししていきます。